まるで迷路だな。通称列車墓場、ジャンクパーツの宝庫。あそこに見えてる車両倉庫の向こうが7番街のはずだよ。明かりのついている場所を通っていこう。明かり、明かり、あれだな。人全然いないね。普段は誰も近寄らないの。モンスターだけじゃなくて怖い噂もあるし。噂？列車墓場にはお化けが出るって。夜の列車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられなくなるんだって。お化け？子供騙しだって思うよ、私も。でも早く抜けよう。子供がうろつく時間じゃない。じゃあ、大丈夫か？こっちはなんとか。平気。見て、調子に乗るな。こっちにおいで。私たち呼ばれてる？ここが車両倉庫か。これって…行ってみよう。え？あ、でも…大丈夫、凄腕のボディーガードいるからね。お化けは専門外だそんなこと言わないで、なんとかして。分かったから離れてくれ。見つけた。ねえ、ちょっとお話しよう。こいつはモンスターだ。そうだけど、何？あ、
逃げろ。無事か。うん、ありがとうクラウド。別のルートを探すしかないな。どうしよう。この列車は7番街スラム駅経由、列車ホタが行きです。ご乗車に行きます。意地悪。クレーンは上か。扉あったみたい。ぐるっと回り込むしかなさそうだね。遊びに付き合う暇はない。誰かに見つけてほしくて
ずっと待ってたのかな。あ、何の話だ。戻ってクレーンを動かそう。列車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられない。捕まってたら危なかったのかな。捕まってるのはあの子たちかも。その話はもう。帰れない原因、それだったら。よかった、動いたね。通れるようになったかな。行ってみよう。やったね。うん、早く外へ。これ あの子。マリンでね、黒い風に連れて行かれた子はね、ずっと列車墓場をさまようんだって。危ないからティファも絶対に近づいちゃダメだよ。うん、わかった。それでね、昨日はベティがね、お父さんと、父ちゃん遅いね。そうだね、今日は帰ってこれないかも。マリー、あのね、早く7番街に帰らないと。暇はない。邪魔させないよ。終わりだ。また道が塞がれてる。あと少しのはずなのに。あ、ねえ、列車動かせないかな。調べてみよう。読みが当たったな。まだ動きそうだ。やったね。大丈夫？あ、え？これってプレート解放の緊急コールだ。覚えてない。おいおい、いつでも落とせるぞと。そうだな。状況を報告せよ。何か問題か。逆逆、奴ら死中と心中する気だぞと。空気の空洞記念か。公園部隊を加えて役所は多い方が盛り上がるだろう。役所ね。任務の完了報告を忘れるな。本当だったんだ。
やられるはずがない。七番街はもうすぐ。行こう。お願い。間に合って。急ごう。風に連れて行かれた子はね、ずっと列車墓場をさまようんだって。君が守ってくれたの？
跳ね返される。解除が先だ。またね。